こんにちは。こんにちは。はい。始まりました。こんばんは。こんばんは。青木やばい？まあいいや。こんばんは。さて皆さん、皆さん、生電話のあれは当たりましたですか？今日当落出たよね。どうですか、応募してくださった皆さん、申し込んでくださった皆さん、どうでしたか。当たったよって、え、結構当たっとんな。当たりましたか。え、結構当たっとるね。申し込んですらない。おい、当たってもうた。嬉しい。ビデオ通話になったよ。うん、らしいね。なんかズームでビデオ通話をするらしい。やったー、結構みんな当たっとるって言っても、何人、50人やっけ、50人やっけ。楽しみ。なんか結構みんな当たってない？ 100 人くらい当たったんじゃない？ここの今のショールーム内でこれだけおるって。楽しみ、恥ずかしい。確かにテレビ通話みたいな感じ、恥ずいね。どんな感じなんやろ、ズームで二人きりでってこと。あ、200人、あ、そういうことか。ん？50人かける4部で200人。あ、そうなんや。全部で50人かと思った。そういうことね。200人か。200人も、大丈夫？ 200 人も応募してくれてなくない？絶対。それは、でも外れた人がおるってこと。どうなんやろ。めっちゃ楽しみやな。でもちょっと外そう。なんかさ、握手会とかでさ、話し慣れた人でもさ、画面上で会うってなると人見知り出るよね。半分だけ顔出そうかな。あ、いいね、これでこれでする。覆面ありですか？ありじゃない？ありでしょ。そこ強制線やろ。絶対顔出してくださいとか。後ろ向きは、後ろ向きは声届かんやろ。あ、画面オフに
すれば。なるほどね。初めて話すのズームってなかなかりゃ。確かに時代やな。ノープランでいくわ。おお、チャレンジャーやな。アホゲ。どっかのホテルの串どっかのホテルのアメニティ。30秒か。前髪切った？前髪切ってない。めっちゃね、これ巻いてなかったらめっちゃ長い。こんな感じ。アホゲ。アホゲってなんでアホゲって言うんやかな。アホに見えるから。メイク変えた？変えてない。分からん、日によって違う。髪色変えた？変えたけど、めっちゃあの逆プリン状態。もうここくらい普通に変わってない。そんな分かるかな。分かりづらい。思うからな。画面通すと逆プリン。でもあれの実物で見たら本当にえぐい。セルフ染め怖ない。うん、なんかでも昔はめっちゃセルフでやってたから、なんか、うん、でもさ、やっぱさ、ブリーチした状態やったらさ、全体ちゃんと色入るけどさ、多分知らんけど、なんブリーチしてないからここにしか入らんかった。マリリンもめっちゃ茶やね。そう、マリリンのね、最近のマリリンがめっちゃ可愛くて、可愛いって LINE してもうた。ねえ、ギャルメイクしてって言った。なんかめっちゃ今ね、金髪っぽい感じになっとるんや、マリリン。だからギャルの写真送ってこういうメイクしてって言って。めっちゃ可愛い最近。ピアスは開けへんの。開けへんだからさ、肌とか弱いからさ、めっちゃ産むんよね。で、一生安定せんからもうめんどくさい、そういうの。なんかいちいちさ、消毒とかするのとかもめんどいやん。iPhone 何使ってる？ 11。 でもさ、なんか11の、なんかミカの携帯めっちゃ画質悪いんやけど。あ
新しいのに画質悪い。電話当たった。お、れんれん楽しみ、嬉しい、応募してくれてたんや。今はめっちゃ画質いいで。マジでちょっと離れとこ画質いいな、ちょっと離れとくわ。最近さマジさ肌荒れがさやばくてさ、ちょっと美肌モードしとくな。滑らかに、全然違くない？見て、めっちゃ滑らかマックス。怖い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 。こんくらいにしとか。あ、画質悪くなったん？花粉かな、肌荒れ。なんなんやろ、なんかね、すごいの。まあ、一生昔からずっとなんやけどな。いや、睡眠とかなんかそういうものじゃない、なんか何しても治らんかった、ずっと昔から。本当にもうそういう体質なんやろうな。なんか食生活とか睡眠とかで治る人はそんな肌荒れ体質じゃない人だよね。皮膚科とかでもさ、肌本当に弱いんやな。そう、本当に弱くて、皮膚科とかでもさ、いろんな薬もらったり、なんかダニとかの検査とかもしたけど治らんかったし。みんな今日何してました？お仕事ですか？ピアスは一回開けて産んだの。そう、前、昔、入る前開けとったけど、あのそう、産みまくって全部全部潰した。はびきの散歩してました。マジで？仕事をみんな大変や。毎日さ出勤しとる人さ怖くないん？いや怖いでしょうけど、いや本当に偉いと思う。もう慣れてしまった。そっか、電車とかやばそうね。満員電車怖い。車通勤ですね。おお、それは安心やな。まだ電車空いてる。うん。
でもさ、ここ数日さ、外人多くない？なんか1週間前とかに比べてここ数日人多い気がする。倍くらい。2週間前くらいが一番少なかった。感染者減ったからやない？うん、そうよな。絶対みんなちょっと安心しとるよね。でもさ、それでさ、緩んできてっていうか、みんなちょっとなんかね、油断していろいろしてたら今までの努力が水の泡になるよね。なりそう。怖いね。山口県も地味に感染者増えていってる。そうなん？ここ数日知らんわ。だってさ、ここ数日のさ感染者数はさ、今日の2週間前とかその辺やん。その辺の行動が出たのじゃん。その辺って一番人が少なかった時期じゃない？外に人少なかったし、みんなが一番やばいってなり始めたっていうか、なってた時じゃないっけ。わかんねえけど。何この子めっちゃ可愛いって嬉しい。散歩とかしてる？全く。マジ散歩みかな。もう散歩が何よりもしたい今一番。週2週3くらいでさ、何キロも歩いとったけさ、散歩がしたい一番。ずっと家の中、ずっと家の中。たまに必要な日用品とか食料とかを買いに3日に1回くらい、何十分か、30分かからんくらいで外で撮る。友達と電話した。電話とかしてないな。お姉ちゃんとならするけど、お姉ちゃんくらいやな電話とかできんの。リオナとか電話しないの？電話せんな。したことないかも。かけてみようかな。今日のパジャマ生誕 T シャツだよ。マジで？パジャマか。でも外には着て出てくれんのか。生誕って生きてズームする。
お、しよう。あの生電話、生電話やっけ、当たった人センター生探偵来よう。嫌じゃなければ買ってくれた人。電話申し込まなかった？なんで？残業終わって今ご飯中。何食べてんの？残業お疲れ様です。恥ずかしいから申し込まなかった。なるほど、恥ずいよな本当に。いやマジ人見知りとかの人って本当になんかね、電話無理よね。わかるわかる、マジわかる。対面して話す何倍も苦手。だからさ、自分でさどっかに電話かけるってなった時にさ、どっか電話かけるってなった時とかさ、めっちゃシミュレーションするもん事前に。ボツの握手動画あるの？あるあるある。多分みんな何十回も撮ったと思うあのお家で握手のやつめっちゃ撮った。っていうかいつやっけな、その締め切りの前日くらいに連絡が来て、なんか明日中にお願いしますって来て、でその連絡来た日にまず撮って、その日の昼に一回撮って、もう一回その日の夜に髪型とか変えて撮ってみて、次の日のお昼くらいにもう一回撮ってみて、その次の日の夜にもう一回撮って、その最後に撮って、その本当に一番最後に撮った、その一番最後に撮った、その夜に撮ったやつの一番最後の動画を採用した。全部見てあこれにしようってなったわけじゃなくて、もうめんどくさくなっちゃってもう何でもいいわ、言っとることほぼ一緒やし何でもいいわと思って、一番最後に撮ったのにした。やっぱ最後の方が、最初らへんにやったのよりさ、最後の方があれじゃん、良さそうだから、もう最後のにしちゃえって。他のはもう全部消しちゃった。今日の服見せて。今日はパーカー、パーカースラスボアかな。パーカー、なんでパーカーかというと、ちょっとあの逆プリンがやばかったらこう隠そうと思って、これでごまかしが効くかなと思って。フーディーって言い方どう思う？何フーディー、フーディーって何？暑くない？最近ずっと半袖。うん、最近ほんと暑い。冷房つけ始めたもん。もう
ずっとスクショタイムなんだが闇かな、高確率で半目やから、半目かまばたきこんなんやから。人に写真撮ってもらってもさ、基本目つぶりかけのこんなんだよね5枚撮って2枚3枚は半目。ミスターパーカージュニア、おもろかったよなあれ。顔が優しくなった感じがする。それめっちゃ言われる。なんか最近顔が優しくなったってめっちゃ言われる。気のせいだろうって思うけど何も変わってないやろ。ミカさん、まばたき多すぎ。やっぱまばたき多いんかな。まばたき多いから多いよね、まばたき。表情豊かになった。絶対変わってないやろ。でも本当にあのマジ入りたての頃はずっとこの顔やった表情一切なかったと思う、入りたてのミカノは。なんかさ、あの DMM とかのさ、なんていうの、アーカイブあるやんか。あれで昔の錬金とか見たらマジで表情なさすぎてびっくり。そこ笑えよお前って。なんか顔赤くない？気のせい。大阪来て性格変わった。変わらんっしょ。うん、まあでもやっぱ年取るにつれてなんか考え方とか変わってくるよね。でもなんか根の根本的な性格は多分そんな変わってはないと思う。でも本当に考え方とかは変わるね。変わったね。関わる人とか自分のいる環境とかでめっちゃ変わるよね。少しでもファンに心を開いてくれたと思っています。今ふ、いやミカナはあれよ、めっちゃ開いてると思うよマジでめちゃめちゃ開いてると思う。なんかね、何いくら開いても心開いとるって思われないけど人から。なんかこっちは仲いい、これ話したことあるっけな、あるか分からんけど、こっちは結構仲良くなったつもりなのに相手からしたら別に仲良くないみたいな扱いされがち。なんか仲良くなりたいとか言われるけど、もう仲良くないみたいな。こっちはもう心も開いてんのになってなりがち。
え、マジみんなには本当に心開いとると思う。心開くの基準が何かちょっとよく分からんけど、だって心開いてないとさ、モバメであんなさいろんな話せんやろって感じじゃない。モバメマジで毎日楽しみ、本当嬉しい。仲良くなると女子会みたいになるよな。うん、なんか握手会とかで女の子とめっちゃ恋バナとかしちゃう。女子会。モバメの返信読んでますか？読んでるよ。読んでるよって。読んどるよ。読んどるよ、おもちゃん。読んじょうよ。アイドルみたいな子来る。くるくる、みんなかわいい。インスタの DM は見よると、見よるよ。なんかそう、なんかね、すごいいろんな話を一方的にやけど送ってくれる方とかいておって、めっちゃ嬉しい。なんか見ることしかできんのがもどかしいけど、なんかリアルタイムな感情を伝えてくれる人とかめっちゃ嬉しい。人中深い。いや本当にマジ猫かよね。動物、犬か、本当に嫌。ところで座椅子はどうにかなったん？買ったよ、買ったけど、あれ結局6月中旬以降のやつ買ったけどさ、6月中旬以降、あ、ちゃう、なんか6月中旬以降って書いてあって、でも買ったらなんかいつやっけな、5月10何ぼにお届け予定ですみたいな、あ、違う、お届け希望日が選べて、それが5月10何歩からになっとって、一応それを選んで、けどどうなんやろうね、勝手に希望しただけやからさ、やっぱ6月中旬以降なんかなって思い、どうなんやろう。うわ、めっちゃ絡まってる。早く届くかな、早く届いてほしい。もう腰が死ぬ、腰痛が。
今普通に床に座ってるの。床に座ってる。床床に白タン踏んづけとる。白タンのめっちゃでかいぬいぐるみをクッション代わりに。あのさ、白タンってさ割とな、何、割となんかふっくらタイプなんやけど、元がこれくらいだとしたら今こんくらいやかな。座りすぎてめっちゃ潰れた。なんか元のサイズ感はこのくらいなのに、今座っとるのはもうこんな。かわいそうに、ごめんね、ごめんね、ごめんね。頑張って、座椅子が来るまで頑張って。かわいそう。白タン何個あんねん。ぬいぐるみだけやと6人おる。ちょ、本当にかわいそう。こんなつもりでミカナに、ミカナのお家に来たわけじゃないのに。この白タンは、一代目は何年目？一代目は小三かなとかからやから10年とか。めっちゃダニすんでそう。ぬいぐるみのさ、正しいあの洗い方って分からんよね。でもなんか白タンのなんか公式ホームページかなんかで、そう、手洗いがいいみたいな書いてあった。そう、日干しはめっちゃするし、ファブリーズとかもするけど、それだけじゃ絶対綺麗にならなさそう。洗濯大丈夫なんかな。なんか中の綿って、綿って、綿じゃないね、綿綿なんか入ってないもんね。うん、内臓やもんね。ごめんね、綿とか言って。クリーニング屋でやってもらえるもんなんかな。でもクリーニング屋にしろと思っていくのちょっとはずいな。内臓入ってるやろ。え、だって、え、アザラシとかさのさ仕組みってどうなったんかな。歯さ知らんかな。人間と同じなんかな。この辺に腸があって、胃があって、はい、どうなっとんやろ。名前つけてる、つけてない、みんな白タン。でもあの2人目の白タンは白タン V2 って呼んでた。ポコポコ言ってる、聞こえる？多分冷蔵庫の音。V2 白田何号に座ってるの？3号。
巨大なサンゴ、水槽かと思った。ハーサちゃん前髪でハート作った、どういうこと、こういうこと、こういうことかな。伸びたわね。え、無理じゃない、ハート、これは無理じゃない、逆無理じゃない、え、立てる、こういうこと、こういう感じ、やば、遠い心配なるレベルでスプレーしてた。いや、ハーソンはハーソンはちょっとハゲてきてるから、ほんと心配、サイドポニーのしすぎでちょっと。夜ご飯は何食べましたか。オレンジジュース飲んだ。インスタに上げてたハーフツインみたい。いや、ハーフツインね、めっちゃ似合わんのよ、ミカナ。ハーフツインとかツインテールとかめっちゃ似合わん。多分写真やからさ、いい感じになんか角度とかでよく見えるけど、動いたら本当に似合わん。またまたじゃなくて本当なの、本当なの。早くショートみたいね、ミカも早くショートみたい、早くショートにしたい。でもちゃうのよ、ちゃうのよって、その前にショートカットのウィッグを買うの。で、本当にしても大丈夫かっていうのを見て、そう、シミュレーションする。いや、ボブじゃない。リオナのやつか、あ、なんかリオナしとったな、あれちょっと借りたいな。でもなんか髪長くてやりたい髪型いっぱいあるな。でもこの前、このそのショートにする前にちょっともうね、もうちょいこういう、こういう何したい、段つけて、候補生の時みたいな、あれはボブじゃん。
奮発したことある、ある昔昔あるところに。まだメイド服持ってる、実家にあるね。今何時ですかね何時だろうね。ちょっとよかったら教えてください。57分、ありがとう。みんなわざわざありがとう。何時から始めた？22時過ぎくらい？じゃあもう少しで終わりますね。今日麻雀する。何時にしよっかな。どうしよう。いつも何時に寝てるの？4時5時くらい。でも最近ね、4時半とかに、昨日も今日か、4時半に寝たのに12時13時くらいに起きて、だから5時6時7時8時9時10時11時12時13、9時間くらい寝とるんや。そう、めっちゃ最近ね、ここ最近で、ね、寝ても眠くて、9時半くらいに一回そのお熱を測ってマネージャーさんに送るために起きて、なんかその生活をしすぎて、その9時半に起きるっていう生活しすぎて、最近アラームの前に起きるのね。9時半くらいにアラームの直前くらいに起きて、そっから30分くらい寝れずに、30分から1時間くらい寝れずに、10時半とかにもう一回寝て、それで11時とか、あ、違う、13時とかでに起きる、もう一回っていう生活。4時まで何するの？何する？何する？普通にお風呂入って携帯見たりテレビ見たりして本読んだり。どんな本を読むの？本はね本はちょっと言えない本を読んでるね。ちょっと握手会とかでなら言えるけどね、ちょっとコンプライアンス的な問題で。漫画ではない。いや、あの、ああいう系じゃなくて、そういうなんか BL とか無夫婦系ではない、本当にそっち系じゃなくて、コンプライアンスというか、なんて言うやろうね、グロ系
がめちゃめちゃ間接的にグロ系ではある。まあ、言えなくもないけどね。これはなんて言うんやろうな。まあめちゃめちゃぼかして言うと、うん、ぼかしてはないけど、悪いことをした方の構成本わからん。そんな感じです。続きはウェブで。みんなは本読んだりしますか？なんか本ってすごいよね。読んでたらさ、時間忘れて、読んじゃうよね。みんな何読むん？図書館行きたいんだけどな。ねえ、図書館行きたい、めっちゃ思う。はい、それではランキングを読みます。ランキングを、皆さん心の準備はいいですか？なんのやねんって。13位、台湾のジャンさん。12位、しいたけさん。11位、日本橋のけんさん。10位、おっくん。9位、シャドウさん。8位、レバレッジさん。7位、エレンちゃん。6位、金魚さん。5位、和信。4位、妹なんでやねんさん。3位、ソーサバナさん。2位、ヤマちゃんさん。1位、山本亮伦さんです。ありがとうございます。みんな、スクショタイム、ミスターパーカージュニア。スクショタイム。ウインクください。これでいっぱい半目が取れる。やだよ、みんなちゃんと綺麗に取れたのだけ残しててね。顔赤いで、本当にすぐ顔赤くなるよね。ここでエアアクション。え、ねえ、みんなミカナのさ、あのさ、握手のさ動画さ、あんなんじゃないよな、ミカナ普段あんなんじゃなくない？
よそよそしかったね。あんなんじゃないけど、あんなんしかできんかった、家の中で一人やったら。ありがとう。なんて言ったっけみかな、敬語なんか使うもんな。みかな初めて来た人にもね、生意気な口聞いちゃうんよ。ダメだってそれは、ダメなんすよダメなのに初めて来た人にも割とタメ口で言っちゃう、喋っちゃう。ありがとうみたいな普段の自分はさ、客観視してないからさ、ちょっと分からんけどさ、あんなんじゃない、こんなんじゃねえけどなと思いながら送ったね。声のトーン、うん、でもなんか声のトーンは本当に人によって変わる。握手でなんか初めて聞いた人やったら、あんまりなんか声低かったらさ、ちょっとなんか怖いイメージ持たれるかなって思って高めに行くんよ。でも慣れてくるとこのトーンで行っちゃうね。だからみんなね、結構来てくれる人はね、初めの頃は声高かったって思う。わかると思う。だんだんね慣れてくるとね、わしの時なんかデスボイスやもんな。そう、もう心の開き度によって、心の開き度っていうか慣れ度によって、もう最終的にはデスボイスやから。そうだからみんなデスボイス目指して怖すぎん、デスボイスで握手されたら。さすがに推しメンでもちょっと怖いわ。でもさ、あのさ、あのツイッターに上げた動画みたいな握手の方がいいんかな。なんかあっちの方がアイドルっぽくない？たまにあれ挟んでくれよ。あ、じゃあ5回に1回くらいああいうのでいくわ。ありがとう、久しぶり、超会いたかったよ。自分でしてて寒いもん。それでもいい、それもいい。そう、ミカナちょっとね、ぶりっこしたらお姉になるよねお姉になるの。じゃあみんな終わりましょう。あとで麻雀するけど、するときはコメント
麻雀のコメント更新しますね。あれって通知とか行くん？行かんよな。あれってさ、アプリ開いた開いて気づいた人しか見れんよね。じゃあみんな1分おきに開こう。まあ更新しますので、気づいた方はやりましょう。はい、バイバーイ、バイバーイ。ありがとうございました。みんなお疲れ。今日も一日お疲れ。バイバイ。明日も頑張ろう。